ギガ連射。さあ、やっていきましょう。クターの砂入れ。クタープットサンド。これやっていきますよ。何このゲームは。どういうことなのか。砂入れって何？砂入れがよくわからない。砂入れの意味がよくわからない。なんかあれかな、グラウンドとかにある、砂場に砂を入れるんじゃない、そんな感じでしょうか。まず、ゲームを推理していく。そして、あらすじ。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、最近、砂絵に凝っている脅威の無表情キャラ、クタ。クタって言ってるけどさ、イラスト、このトップに出てるの、これネイビーだよね。クタじゃないじゃん。いろいろな砂の形を指示通りの量にぴったり入れよう。少しでも量を間違えると失敗だよ。ということです。砂絵らしいですね。え、砂か？鳥取の砂丘とか、鳥取砂丘美術館みたいなのがあって、あれだよね。砂で作った。北海道とかだったら、雪祭りでね、巨大な雪の建築とか、建築って言わないか、雪像？雪の像とかを展示してますけど、鳥取とかでも砂を使った像が展示されてたりします。そういうレベルの砂かな。そういうレベル、ほ？これやんねえ方がいいんじゃないかな。上が詰まりすぎてて、怖い。怖い怖い怖い。なゆに、アーク、セシル、白銀のナシス、アッキ、パーボー、ユブ、オヤビン、SR、8位、ボチョボチョということでね。ここが全部1位。ここが全部1位。なゆにって人もまあまあ上位にいることがあるな。やってみますか。クターの砂入れ。これはもう、5回ぐらいやったら終わりって感じになるかもしれない。行くぞ！3401位入れろって。こう。意味を全然理解してなかった。ほう、なるほどね。はぁ、あ、はぁ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 。どうだろう。これはどうだろうな。これマックスが、9999で、10分割、4分割、このあたりじゃない？このあたりじゃないかな？このあたりな気がする。このあたり。どうよ？あ、全然9000超えてる。ここのラインが何ぼかとか知りたいよね。この水平線のラインが何ぼかとか。そういうの。おっ！これはスモーク。7263。ここぐらいじゃないか。おう、いいんじゃない？いや、いいじゃない。いいじゃない。誤差何ぼとかあるの？ちょっと見てみよう。左のゲージをよく見て、入れる量、うるせえ。今ゲームのコツを見ました。クターじゃん！あ、見てなかった。あ、見てなかったじゃないんだよ。ないんだよ。ちょっと調整します。まず、この水平線のラインが、どれくらいか。水平線が何歩か見る。水平線がだいたい、6600ぐらいかな。水平線ちょうどが。で、砂浜のラインとかもちょっと見ていこうか。ここのライン何歩か。何歩かな？3365。ここが660、3分割で言えば、ここが3333。下が3333。上のこのラインが6666として。まあ、真ん中は大体わかるとして。ここら辺、4300。いや、いいじゃん！誤差10は大したもんだよ、俺。大したもんだよ。きっちり0秒、誤差0行くまでピンポンをもらえない感じのゲームですか、これは。今ので終わっとくべきじゃなかったか？えいよ、どうですか？あ、65か。ちょっと気持ちもうちょっと上だったか。気持ち、お、またスモークが荒ぶっている。この辺かな？いや、122かー。
これどういうゲームなの？どういうつもりで作られたゲームなの？わからん。5000円はわからん。修行である。修行感出てきた。多分10がベストだな。俺がやった中で多分10がベストだよ。1719。2000とかちょっと逆にわからんね。逆に。あー、これぐらい。どうっすか？やばーね。やばね。次をラストにしましょうか。これ多分、いくらやってもね。いや、もうちょっともう一回だけやらして、もう一回だけやらしてください。もう一回だけやらしてください。ちょっと今ので終わるな、ちょっと。よし。これで終わりにしよう。4分の3いけばいいんでしょ。ここビシッと半分でしょ。ここビシッと半分。ここが4分の3のラインと見る。ちょっと上、この辺り。ここじゃない！どうじゃ？俺も上位に名前残したかったぜ。でも、ダメだ。21位止まりです。上の連中は、すげえな。すげえな。なんで誤差0秒とかいけるんだ？レースなか。砂、秒に見えた。レースなにいけるんだ。すげえな。上がすげえな。俺はここまでだ。まあ、お暇な方やってみてください。クターの砂入りでした。ほなまた。